オットー・ハインリッヒ・ワールブルクはドイツの生理学者、医師。ベルリンにて1921年の1927年までベルリン大学助教授を経て1931年から1953年までカイザー・ベルヘルム生物学研究所の局長として細胞生理学の研究を行う。彼は腫瘍の代謝及び細胞の呼吸の研究を行った。 黄色酵素の性質と製造法の発見により、1931年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。彼は1931年にザメタボリズム・オブ・チューマーズを編集し、1962年にはニューメソッツ・オブ・セル・フィジオロジーを執筆し、同年、パウル・エルリヒアンドルート・ビヒ・ダルムシュテッター賞を受賞。 彼は、細胞内で低酸素濃度化において腫瘍が発達することを最初に実証した。さらに、1966年6月30日に、ドイツ、コンスタンスコのリンダウにて行われた、ノーベル賞受賞者会議の会合にて、腫瘍の根本的原因と予防について発表した。このスピーチにて、彼は、癌細胞の発生の根本的な原因は、嫌気的なものであるという証拠を発表した。 ありがとうございます。